皆さんはこんばんにちは。そしていらっしゃいさい、ザクイキです。それではファイナルファンタジー6というのは続きをやっていくぜというわけで、まあ、なんだっけ、ドライクファングだっけに行くんだっけしたら、ラッシュが砂漠のなんちゃら、あ、武器や。茨の接吻だ。茨の接吻来た。確か若い天使という話だったが、すまんクライブ、わしの勝手な思い込みだ。ルジェナ・ダリミルはいい年とばかり。いえ、そう勘違いしても仕方ありません。シドとやり取りしていたのも何年も前ですから。そうですよ。ルボルという人物が何歳であろうと、それなりの態度で臨むだけです。失礼のないようにな。失礼。ルボル、シドたちを連れてきたぜ。シド、この町の協力者を探してんだってな。二代目シドさん。詮索はなしだ。門を越えるのに手を借りたい。あんた、商いで一番大事なものを知ってるかい？信用さ。これがなきゃ話にならん。パン屋のデッチでも知ってるよつまり俺はあんたを信用できない。だからあんたに協力もしない。当然だ。得体の知れない奴のためにわざわざ俺は危ない橋は渡らねえ。お人よしじゃないんだ。わかる？わかる。他の方法を探した方が早い言っとくけど、おじさん、バンペイどもはみんな気が立ってるぜ。酒場でよその兵士と一悶着を起こすようなおっかない奴らを、あいつらがすんなり通すかな。こいつならどうすれば俺を信用する？愚直なやつは商いに向いてるって言うけど、あんたはどうだろう？信用の次に大事なのは奉仕の心だ。さて二代目、俺の信用が欲しいならちょっくら働いてもらおう。やるか？わかった。いいだろう。こんな小僧の言葉を真に受けるのか。何か意図があるのでしょう。シドの協力者ならそう仕向けてきてもおかしくない。彼が本当にルジェナ・ダリミルだったらの話ですが。言うじゃないか二代目。ガキだからって相手を侮らないのは褒めてやるよ。それじゃ早速働いてもらおうか。今この町が抱える厄介事を解決しろ。これが俺からの仕事内容だ。無事に片付ければ何でも力になってやる。おい、いくらなんでも大雑把すぎるだろう。手がかりが欲しいなら媚びくらい売ったらどうだい、じいさん。なんだと？そうだな、一つだけ教えてやる。なんだ？クリスタル。俺に言えるのはここまでだ。なるほど。頼んだぜ、お二人さん。クリスタル不足ってやつ？生意気な小僧め。見とれ、意地でも解決してくれる。よし、クライブ。二手に分かれて探るぞ。ええ、わかりました。やるやるだな、おじさん。ひとまず。クリスタルについて聞き込んだ。おじさんったら短気なんだから。
ヨルブル、この町が抱える厄介事を解決してもらうぜ。クリスタルを手がかりに探ってみることだな。クリスタル？背の宣伝か。チェス。クリスタルについて聞きたいことがあるんだが。あんたも聞いたのか？何をだ？何を？横流しの話さ。横流し。近頃急に配給が減っちまっただろ。あれはクリスタルが横流しされてるせいじゃないかって噂になってるんだよ。ただ調べようにも流れが追えないらしくてな。一体誰がどこへ流してるんだか。それは分かりませんね。一回外出ちゃってね。クリスタルの横流しだ。焼きたての熱々だ。おばちゃん。本当、ふと客よね。何？あなたもフーゴ様の兵隊さん？いや。違うか。だったら予想当たって、私あの人たちしかお客に取らないの。何か取り決めでもあるのか？そんなの。気前がいいからに決まってるじゃない。なるほど。最近は金回りが良くて派手に遊んでくれるし、あんな太客逃がすバカいないわよ。ほらもうあっち行って。貧乏人には用なしか。早く来ないかしら。もっちもちのパン、ベーコン込めたいんだよ。あれあれはどこに行けばいいんだ。また外出なきゃいけん。ああ、この人か。少しいいか。ダメです。なんだい？この町には初めて来たが、よそと違って景気がいいな。何か理由でも。ああ、ここはドレイクファングの最寄りの町でね。マザークリスタルの警備やクリスタルの出荷で軍の人たちも出入りしてて、よく金を落としてくれるんだ。特にフーゴ様のところの兵隊は太っ腹で助かってるよ。そうだったのか。ありがとう。忙しいところ邪魔をしたな。あのゴリラめ。さて、聞き込みはこんなところだ。一度おじさんと話したいがどこに行ったかな。さっきの酒場に戻ってみるか。おじさん、おじさん、天にも昇るインディカ。じっくり焼かせたこだわりのパンだよ。ほら食べに来て。そこぼからすごい音がしたか。ああ。あんた、うちで暴れてった客じゃない。すいません。何の用？これ以上の面倒はやめてよね。連れを探してるだけだ。見かけなかったか？ああ、あのお金持ちのおじさんなら、さっきそこの階段上がっていったけど。そうか、ありがとう。ありがとう。ありがちょ。おじさん、おじさん、おじさん、おじさんどこ行ったんだよ。ああ。あれは絡まれていません。手付金だがこれでどうかね。おい、そりゃ黒真珠じゃないか。この程度で驚かんでくれ。わしと取引するならそちらの言い値を出そう。わかった。金持ち旦那を歓迎しよう。金持ちブーブ。取引場所は。おじさんは何を。クリスタルの横流ししてる場所か。
もうそこまでたどり着いたの。さすがおじさんだ。おじさん、今のは？ああ、撒いた餌に獲物がかかった。お前と別れた後、そこらの商人に片っ端からクリスタルを売ってくれと持ちかけてな。当然、クリスタルの売買は禁止されておる。ドイツにも当たり前に断られたが、それを見ていた今の兵士が声をかけてきたのだ。金さえ払えば純度の高いクリスタルを用立ててくれるらしい。それで黒真珠。なんだ、見ておったか。たかが50万ギル、賄賂にしては安いものよ。おかげでたちまち取引に招待されたわ。してお前の方は何かつかめたか。近頃クリスタルの配給が減り、その裏には横流しの噂があるようです。一方で風後の士兵たちの金回りが良くなったという話も。おじさんに取引を持ちかけた兵士を見るに、奴らが横流しで利益を得ているのかもしれません。どうやら当たりを引いたようだな。おじさん、当たり。取引場所へ向かいましょう。ルボルが言っていたのはおそらくこの件だ。おお殿、任せておけクライブ。待っておれ小僧め。ロザリア七家族をなめたこと後悔させてやるぞ。それだけかよ。南ベルクロイ砂漠の一角、人目につかないところだ。都合が悪ければ相手を始末できるか。クライブ、払うことになったら加勢を頼むぞ。もちろんです、もちろんです。なあトルグル、いい子だ。エンリル、結構遠くない？結構遠いっすよね。マジかよ。よし、着いたぜ。絶対荒ごとなんだろう、これな。それじゃ、行ってくる。おじさま、戦えるんだろう、でも。あらことになったら自分で何とかしてくださいよ。あ、いっぱいあんじゃん。すげえ。どうも。よく来てくれた、旦那。早速だが、手持ちはいかほどで？金貨と宝石がいくらか。必要なら中を改めろ。こりゃ、500万ギルはくだらないぞ。いい値を出すと言っただろ。さっさとクリスタルを見せてもらえんかね。こっちにたんまりと用意してある。500万ギル。ああ、すげえ。確かに純度の高いクリスタルだな。しかしクリスタルの売買は足がつくと厄介だ。そのあたりの保証はあるのかね。ああ、それは問題ない。これはもうダルメキアのクリスタルじゃないからな。あちらさんのものだ。売りさばくのは我々だ、御人。心配せずとも足はつかん。誰やねん。クリスタルは責任を持って指定された港まで輸送しよう。あなたはただ金を払うだけでいい。なるほど。ウォールド王国とは。もともとドレイクファングで取れたクリスタルの一部は同盟国であるウォールードに輸出されてる。俺たちはそいつをちょいとばかり多くしただけ。たまたまここで取引が行われただけで、他国のクリスタルのことまでは調べようがないってわけさ。そういうことらしい。聞いておったか。はい、すべてつつがなく。はい。何のまねだ、旦那。え？クソ、下手を打ったか。こいつらただの客じゃないぞ。おい、さっさと奴らを殺せ。荒事になったな、おい。なんだよ。
まだバカなんじゃないの。ほらよー、おじりぴょんぴょん。相手、あらせ。あよ、あぜんねん。このクリスタルは俺らがもらうんじゃい。ケツ。やべえ、なんで。もううぜえ、気軽使いやがってこの野郎。バカたれ。おい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 。これはブーブーの指揮か。ブーブーさん、何やってんの。バー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 。おれ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 。うん。あれどこにいる？魔法使い。ぐるぐる。ぐるぐるぐる。うぅ、はぁ。ケツ。ぐる。ぐるやったぁ。うぅ。あぁ、ドリルクロー。迷ってんのに。はぁ。え、なに？まだいる。はいはいはい、はい、いってらっしゃいませ。いいぜ。うる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 。バチェーン。うわ、あれなんだこれ。チョコボが出てきた。チョコボはかわいそうだろうが、いやうん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 。片付いたか。こやつらしっかりと騙されておったな。わしの悪党ぶりも板についたということか。お尋ね者のくせによくも躊躇なく兵士を叩きのめせるもんだ。まあこんな場所なら騒ぎにもならないか。お前いつから見ていた。じいさんの名演技あたりからね。しかし金に物を言わせて奴らの懐に飛び込むだなんて、下々の者には思いもつかない方法だよ。ダリミル宿場で配給されるはずのクリスタルが、フーゴの私兵どもからウォールードに横流しされていた。これがこの町の厄介事だったんだな。その通り。さすがに他国の兵士が相手となると、一介の民草には手が出せなくてさ。だけどこれで、町のみんなのクリスタルが戻ってくる。どうかな。一旦町へ帰ろう。このクリスタルを運び出す段取りをつけねえと。どうすんのそれ。どうやって運ぶんですか。しばらく しばらくってなんだ。そういやまだあんたの名前を聞いてなかったな。クライブだ。クライブ。それが二代目シドの中。シドです。よし、仕事は片付いた。約束通り南門に手を回したぜ。おとはいえバンペイどもはあんたらが暴いた身内の不祥事の後始末に向かっちまったからさ。残った連中が面倒を起こさないように甘い汁を吸わせておいたよ。ならその費用にはわしの金を当てておけ。取引場所で奴らに渡した金を帰り際にちょろまかしておっただろう。ありゃ
バレてたのか。あと、じいさんではなくバイルン様と呼べ。感謝するよ、じいさん。こいつ、これを受け取ってほしい。なんで。ああ、なるほどね。そいつがあれば、俺の仲間もあんたに手を貸す。ありがとう、ルボル。さて、うちのストラスで隠れ家に連絡してくれ。砂漠の耳、ルジェナ・ダリミルがシドへの協力を再開したってね。ありがてえ。あ、来た。ストラス。ストラスちゃん、お願いします。トゥイサギュリス。怖っ。これからもよろしくな、シド、いや、クライブ。俺はあんたを気に入った。こう呼ぶ方がしっくりくる。よろしく。そろそろ南門を越えられるようになってるはずだ。世話になった。いいってことさ。気をつけてな。行きましょうか、おじさん。パパパパーンが。なこれ2回やんな。1回でまとめてほしいもん。どうした。俺もさ、まあ2代目だな。ある日のことだ。そうなの。ラムーに撃たれたんじゃない。よろしく頼むぜ。ここかい。それがこの町なのさ。呆れた話だぜ。でもよ、まったく、期待してるぜ。なあ、行ってこい。肉切りナイフなんて、まいったな。肉切りナイフなんて作ったことないのに。何か困りごとか。ええ、課題が難しくて。肉切りナイフ。あなたはクライブさん。ライブさんだよ。すみません、ぼーっとしちゃって。何。僕はサーバー。ルボル師匠の下で家事の修行をしています。実は師匠からある課題を言い渡されて困っていたんです。ダリミルならではの肉切りナイフを作ってみろというもので。ルボル師匠のことですから、ただのナイフでは認めてくれないでしょう。クライブさん、もしよければお願いがあるのですが。なんだ。肉切りナイフを作るのに力を貸してもらえませんか。どういうことなんだろう。わかった。ルボルは大切な協力者だ。やった。その弟子の頼みというなら力になろう。よかった、助かります。それ で何から手をつける。そうですね、ダリミルならではというのが大事だとは思うんです。ダリミルなら。ただこれまで肉切りナイフを一度も作ったことがなくて、どこから進めればよいのやら。悩むくらいなら実際に使う人に話を聞いたらどうだ。何か手がかりをつかめるかもしれないぞ。さすがはクライブさん、確かにそうですね。普段依頼人に聞け。肉切りナイフを使ってる人たち、ダリミルで働く肉屋か、や職人に話を聞けば。そうか、彼らが求めるものこそダリミルならでは。ダリミルの人たちが使いやすいナイフならば課題に応えられるかもしれません。早速話を聞いて回りましょう。
僕は宿屋の調理人を当たってみます。クライブさんは市場で話を聞いてもらえますか。いいだろう。それではよろしくお願いします。あとは自分で言うべきだろう。ルヴァルに怒られても知らんぞ。仕事で使うとなると肉屋と狩人か。ああ話を聞いてみよう。そうやな。クリスタル横流しの噂。あ、肉屋の。いらっしゃい。え、チャンネ。作る料理を教えてくれりゃいい肉を見繕うよ。いや、少し聞きたいことがあるんだ。肉屋のあんたが肉切りナイフに求めているものは何かと思ってな。お前さん、鍛冶屋か何か。そんなところさ。そんなところ。肉切りナイフね。肉は部位によって硬さが違うのが厄介さ。肉屋としては筋だろうが赤身だろうがどんな部位でも切れる鋭さが欲しいね。鋭さか。ありがとう。参考にさせてもらうよ。鋭さの、なんかでっけえナイフじゃなくて、あれはね、骨も砕けるようなナイフだからさ、切れ味重視ってわけじゃないんじゃなかったか。割れない壺。お客様、申し訳ありません。大浴場は現在ご利用いただけない状態でして。ここで足湯する。お客様、申し訳ありません。大浴場は現在ご利用いただけない状態でして。人生は終わりだ。でしょお前。どうしたらよいのだ。この大浴場には私の人生がかかってるというのに。人生。何かあったのか。どうした。すまん、今は取り込み中なのだ。話なら後に。え、待て、その姿。お前さん、もしや傭兵か。だったら頼む、力を貸してくれ。話してみろ。大浴場の湯が急に熱湯に変わってしまったのだ。何？魔法で冷やそうにも追いつかない猛烈な暑さに。ここの湯は町の近くにある石灰棚から湧き出ているんだが、きっとそこで何かが起きているに違いない。私は客の対応に追われてこの場を動けん。ボム、どうか私に代わって調査してきてくれないか。ボムがたむろってんじゃね。はい、俺が調べてこよう。ありがたい、引き受けてくれるか。湯が湧いている石灰棚は南門から出た先だ。このまま客を入れることができなければ南門、大浴場が潰れてしまう。私の人生がかかっとるんだ。どうか頼んだぞ。かかっとるんじゃいボケ。やった。まあこれは後でいいだろう。今は鍛冶屋の南門が開いておる。ああ、おじさん。ルボルがうまくやったんでしょう。そうですよ。な、ここだった。くそ。何か用か。狩りの支度で忙しいんだが。ナイフのことで少し話を聞きたくてな。どういうことだい？新しい肉切りナイフを作る参考にしたいんだが、狩人にとって理想のナイフはどんなものだ。そうだな、皮ごと肉を切れるような丈夫さがあると助かるよ。皮むき用のナイフはすぐ傷むし、使い分けるのも手間なんだ。なるほど、丈夫さか。勉強になったよ。いいナイフができたら買わせてくれ。鋭さと丈夫さ。どうやら鋭さと丈夫さのようだな。よし、サーラに伝えてやろう。こうやろうそくも上等。サーラ、田舎じゃ売ってない名品だ。壺にサーラ。じっくり焼かせたこだわりの匂いを嗅いでみな。ウーバ様のお城にも下ろしている中いたいた。まあ、クライブさん、何か話を聞くことはできました。ああ、肉屋と狩人に話を聞いてみた。彼らが求めていたのは鋭さと
丈夫さだ。なるほど、そうきましたか。僕が向かった宿屋の調理人によれば、求めているのは軽さだそうです。軽さ。なんでも一日中ナイフを使うために重いと腕が痛むんだとか。つまり鋭さと丈夫さに加え軽さも満たせばいいわけか。それを実現できれば使いやすいナイフになるだろうが、全てを兼ね備えたナイフなんてそうはお目にかかれない代物だ。肉切りナイフを作ったこともないお前にルボルがそんな難題を出すだろうか。あのルボル師匠のことですからね。きっとあえて難しい課題を出しているのでしょう。そうかもしれないが、鋭さと丈夫さについては鉄を鍛えて研ぎ澄ませればなんとかなるかもしれません。となると一番の問題は軽さですね。鉄ではどうしても重くなる。素材から考え直すしかないな。誰か詳しいものを知らないか。確か師匠がひいきにしている行商人が鉱石について詳しかったはず。彼女なら今はベルクロイ砂漠の遺跡のあたりで旅人相手に店を開いていると思います。相談してみましょう。店を畳む前に急がないと。軽い鉱石、なるほど。ではさ、武器にも使われてるよね。軽い武器。クリスタル横流しの噂。よう。どうだ、サーバー。いい素材はありそうか。いえ、やっぱり難しいようですね。あるにはあるって言ってるだろ。3つの条件を全て叶える素材がね。アダマンタイトという鉱石。アダマンタイトかよ。だけど、あれはとても高価で、ここしばらくはお隣の灰の大陸でも取れてない。そう簡単に使えるもんじゃないってだけだ。一体どうすれば。ダリミルならでは。ダリミルか。あんた、この近くで手に入るもので、いい素材を知らないか。どういうことです。俺にはどうしても、ルボルがそこまでの難題を出すとは思えない。だから、ダリミルならではという課題を、ダリミルで作りやすいと捉えてみたんだ。そういうことなら、石灰を使ってみるのはどうだい。石灰。石灰は、鉄の不純物を取り除く。そうすりゃいくらか質の高い鉄を作れるはず。ダリミルなら取りやすいだろうし、材料も安価で済む。石灰、その手がありましたか。ぜひ詳しいやり方を教えてください。いつもひいきにしてくれてるからね。それくらいなら構わないよ。僕はここで石灰の使い方を教わります。あのクライブさん、そこでお願いがあるのですが。お前が話を聞いている間に石灰を取ってきてほしいんだろ。いいさ、最後まで付き合ってやる。感謝します、クライブさん。ダリミルのすぐ近くに石灰棚があります。そこでたくさん取れるかと。わかった、集め終えたら店まで持っていこう。それではよろしくお願いします。石灰棚って石灰と外炭をそうやって。うわあ、あっちじゃん。そろそろ町を出ましょう。うわあ、よかった、間に合った。石灰だ。あ、なんだ。どうした。どうにも気になっちまって。クライブ、これからどこへ向かう。ドレイクファングだ。居城にいるはずのフーゴクプカを撃つ。ああ、いや、やっぱり。だったら伝えておきたいことがある。ドレイクファングには最近ウォールード軍が入り浸っているようだ。ダルメキアとウォールードは同盟国だし、宿場で奴らを見かける分にはいいさ。だけど国の要のマザークリスタルに他国の軍隊を入れてるのは普通じゃない。確かに妙だな。それにドレイクファングの様子を見に行った仲間が数日前から帰ってきてね。あそこで
何かまずいことが起きてるんだよ。わかった、気をつけよう。もし行くなら人目につかない鉱山側に回り込め、資材置き場から潜り込めるはずだ。クライブ、俺は二度もシドを失いたくはねえぞ。ああ、そう簡単にやられはしない。フーゴを撃ってみせるさ。くれぐれも気をつけろよ。あのゴリラ絶対次タイタン戦になるだろう。抜ければドレイクハングだ。気をつけて進むとしよう。ああやっぱりボムがいるなやっぱりボムじゃねえか。石灰はこれくらいで十分か。サーバに渡してやろう。サーバに渡す前にボムを退治しよう。門を無事通れても。こいつ。ご苦労様。あんた、この先に行くならやめとけよ。見たこともない魔物が出たんだ。なんだと？見たこともねえ魔物ってなんだ。見たことはあるけどね。ボムだよ。ボムじゃん。どう考えてもボムや。この暑さは熱湯の原因はこいつらか。うわうわ、いってまるうぜえ。あらボムバーン、ボムバーンしたらやばいね。いってシャイシャイ。おりゃー、まだに？まだ出てくんの。見て、あいつなんだ、うぜえな。あいた、いたいた。おりゃー、いやー勝ってーな、出るやー、うわ勝ってちょうどいいよし痛い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 、シュイシュイ痛い。ボルよいしょよいしょ、あ、よし、危ない危ないよ、もう。今のが最後。これで元通りになればいいが。どうだ？サーバー、石灰を取ってきたぞ。渡しておこう。ほらよ。ありがとうございます、クライブさん。僕の方もしっかりと使い方を教わってきました。早速、石灰を使った鉄でナイフを作ってみます。石灰ナイフできました。渾身の肉切りナイフです。上出来じゃないか。ルボル師匠に認めていただけると良いのですが。どうだサーバー、ダリミルならではの肉切りナイフは。あ、ルボル師匠、それっぽく打てたようだが。どれ、ちょっと見せてみろ。なるほど、
調理人や職人の理想を全て兼ね備えたナイフを目指したか。わかりますか師匠、それでどうでしょうか。そうだな、うん、鋭さも丈夫さもまだまだ甘い。それに軽さがなっちゃいねえ。これじゃ重すぎて軽さを求める調理人どころか他の連中も音を上げちまう。あとはダリミルの石灰、目の付けどころは悪くない。ただもう一手間必要だな。不純物を取り除くだけではダメでしたか。どこの誰に入れ知恵されたかは知らねえが、それに気づけたのはよしとしてやろう。ところでサーバー、お前ならそいつをいくらで売る。課題のために作ったとはいえかなりの手間がかかりました。いくらにするかすぐには思いつきませんが、店に出すとしたらそれ相応の値段になるかと。それじゃ売れない。なんせ普段使いのナイフなんだ。安価で作れなきゃ意味がないぜ。この町で作ってこの町で売れるもの、それがダリミルならではの真意さ。俺たちは職人であり商売人でもあるんだから。はい師匠。まあ今回はギリギリ合格ってことにしてやる。実際初めてにしてはなかなかの出来だ。火事場に立ったらしっかりと腕を磨け。ありがとうございます。ちなみに師匠、すべてを兼ね備えた肉切りナイフを師匠ならどう作るんですか。そんな面倒なものを特注でもされない限りは作らねえよ。鋭いナイフを作って肉屋に売る、丈夫なナイフを作って狩人に売る、軽いナイフを作って調理人に売る。これでみんな幸せだ。師匠にはかなわないや。3つ作れってこと？クライブさん、なんとか師匠にも認めてもらえたみたいで、これもクライブさんが力を貸してくれたおかげです。本当にありがとうございました。ルボルもああ言ってる。これからも頑張ってくれ。はい、鍛冶師として一人前になる日まで頑張ります。バー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 。それかよ、よりによって。匂いを嗅いでみな。じっくり焼かせたこだわりのパンだよ。ほら食べに来て。一応慕われてんのな、フーゴって。戻ってきたな、傭兵よ。傭兵よ、戻ってきたか。お前さんが解決してくれたんだな。今しがた湯が元に戻ったと報告があったよ。これならじきに大浴場を再開できるぞ。それはよかった。それで原因は一体何だったんだ。ああ、実はな、ボムだ。ボムが大量発生してた。なんと魔物の影響だったのか。全身が火に包まれた魔物など聞いたこともない。今後は気をつけねばならんな。あっちでは珍しいの。何にせよ私の大浴場を潰さずに済んだ。何もかもお前さんのおかげだよ。さてこれでどんどん客を呼び込めるぞ。今まで損した分までたっぷりと取り戻さねばな。地獄のお湯。お、イグニッション。あ、ヒヒロかね。もらった。やった。釣り道路はいかが。グラブってる。そろそろ街を出ましょう。ヒーローかね。じゃあストーリーを進めていくぜ。アンブロシア、アンブロシアがなぜか遅くて。おじさんの乗ってるチョコボの方が早いんで。
意味がわからん。さっさとトロイクファング行こうぜ。こっち行ったらなんかあんのか。いけねえ。進行不能だ。スタ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 。巨人の顎。アギト。あ。来たぜ。クリスタル見えちゃうけ？見ろ、クライブ。あれがドレイクファングだ。キュウリマンジロ。そこにフーコの居城が。平時とは警備も異なるに違いない。なんせこの状況だ。奴を探すとなるとかなり骨だぞ。十分に気をつけろ。ええ、わかっています。クライブ、わしはお前に謝らねばならん。フェニックスゲートの大事の後、わしは危機に瀕したロザリアから逃げ出した。命惜しさに金を積み、我が身可愛さゆえにアナベラへこびへつらった。国を守れなかった臆病な王子をどうか許してくれ。すまなかった。おじさん、どうか。クライブ、お前の手で兄上の愛した国を、ロザリアを取り戻す気はないか。その勇気を持つことさえわしはできなかった。だがお前は違う。クライブ、お前なら。おじさん、気持ちには答えられません。俺にはやるべきことがあるんです。人が人として生きられる場所を作るための戦いが。そう、かつてのロザリアは人とベアラーの隔たりが薄かった。だけど当たり前に思っていたあの風景は、父上が少しずつ築き上げてきたものでした。父上が理想に掲げていたのは、きっと俺が目指しているものと同じなんです。俺はその思いをロザリアだけでなく世界に広めたい。それが数多の人が咎める大罪になるのだとしても、自分の道だと信じているのです。生意気を言うようになったもんだ。ありがとう、クライブ。わしは誇りに思う、お前という老いを持ったこと。わしはこれから知人を訪ねる。自由都市カンベルの商人仲間でな。きっとお前たちの助けになることだろう。わしだってお前の一味、悪党らしく貪欲にやってやろうじゃないか。ここで別れだ。どうかお気をつけて。お前もな、クライブ。思い出話が残っとる。次に会った時はたんと聞かせてやるから、せいぜい覚悟しておくんだな。おいを頼んだぞ、トルガル。たどり着いたぞ。
空母。またパーティーがトルガルとフーゴしかいトルガルとクライブしかいなくなったな。これがドレイクファングなんだ。なるほど。何を作る？来たー。でもそんなに変わらないのよ。5だけ上がる。これだな。1尾3上がる。なんか微妙なんだけど。どれもこれも微妙なんだ。大事に使えよ。OK。こいつなら敵なしだ。OK。あれか？あれだな。助かった。亀だ。アスティとカロン。来ましたね。これはどうすりゃいいんだろうな。あ、じゃあね。
アヒヒロカネゲッツ。砂漠の怪物か。砂漠の怪物。ナイスだったら野獣ギル。そんなところかな。はい。じゃあここ行きます。一応行くだけ行って終わりか。どうせムービー入る。ああ。義手。つかめません。なんだこれは。よくも俺もこんな体に。ゴリラ。目障りだとき。クライブロスフィールド、必ずぶっ殺す。俺がこの手でぶっ殺してやる。落ち着きなさい。そのテーブルが何をしたというのです。あいつは愚弄したんだぞ俺を。お前が邪魔をしなければ殺せたのに。戦いを続けていたら彼に勝てたとでも。召喚獣に権限もできた。その前にあなたの首が落ちたでしょうね。黙れ。あなたの力が及ばなかった。彼より弱かった。それだけのこと違いますか、クプカ卿。はるばるぜ。強い。いい加減にこの事実を認めたらどうです。くそそう簡単に彼の首を諦められはしませんか。一つだけありますよ、彼に勝つ手段が。なんだ、どうすればいい。教えろ、教えてくれ、頼む、お願いだ。あれです。マザークリスタルのコアには知っての通り、莫大な量のエーテルが蓄えられている。それを取り込めばよいのです。無論そのようなことはただの人になせる技ではありません。あなたがドミナントだからこそ言うのです。フーゴ、かつてクライブ・ロズフィールドに敗れ召喚獣の力を奪われてもなお勇敢に権限して最後まで戦った者がいました。そう、ベネディクタ・ハーマン。彼女はこの方法で力を得たのですよ。人知を超える力をね。彼女が暴走したけど。ベネディクト、俺のベネディクトや。そうか、ベネディクトが結局負けてんじゃねえか。あの光の元へ。光の戦士。話したら首持ってきたんじゃないのこれ。あ、ミュートスが。御意にそういたします。誰と話してんの。アルテマ。ようやくここまでたどり着きました。アルテマやん、ミュートス。
あいつの眷属なのか。ありゃまあ、あれ投げ物になっちゃってる。ところにしときましょうかね。はい、それでは今回この辺にしときます。それではまたのご来店お待ちしております。バイバイ。